皆さんこんにちは。今日はですね、桜田門、東京は桜田門っていうところに撮影に来てます。これからね、夜景の撮影をしたいと思うんですけれども、今ですね、ここ見えてるのはこちらは丸の内ですね。丸の内側に、ここに、皇居の門もあるんですけれども、門も一緒に入れて丸の内のね、夜景撮影をしていこうと思います。今日の機材はですね、ニコンの Z9 ですね。 Z9 に2420をつけて今から撮りたいと思います。今日初めて使う機材として、このね、これカニフィルターのね、フードなんですよ。サンシェード、フードって言ったかな。この羽になっていて自由にこれ動かせるフードなんですね。こっち側もありますね。こうなってるんですね。こんな風にこれ、こうこれね、フィルターありますよね。こんな風になっていて、で、すごいね、考えたなと思うのは、この部分もこれ、ほら、フィルターの上の部分から光が入ってこないとか、まあ、そういうようなのを防ぐために考えられたんですね。これこうやってやると、ほらすごいでしょね。こんな風に動いたりするんですね。今夜景を撮るために、ちょっとね、見えるかな、ここに街灯があるんですね。街灯、この街灯がちょっとね、邪魔してハレーション起こしそうな気がしたので、ちょっと急遽これを取り出しました。街灯の向けって、これほら、これ今ね、この部分、この羽を入れていくと、ぐーっとモニターにほら影が入ってくるでしょ。こういう風に入って、これが見ながら確認できるので、これも入らないところ、ギリギリのところで止めてあげれば、もうこの街灯はもうハレーション起こさないで済みます。同じように左側もぐーっと入らないところ、ギリギリのところでこうやってね、上げてあげる。上はまあそのまま成り行きで一番下のところに下げてあげればいいと思うんですね。これも使い方簡単、こんだけです。普通のカニフィルターのホルダーのところにつけるだけ。ここのホルダーのレールの部分がありますよね、プラスチック。サンシェードフードを買うと一緒にこの部品がついてくるんですけど、これを元からついているホルダーと交換してあげるんですね。そうするとこれがつけられるようになります。で、これ実はですね、外せるんですね。簡単に取り外しもできます。ほらね、ね、これ簡単に取り外しもできるんですよね。持ち運びも簡単で、専用のケースがついてますね。こういうケース、薄っぺらいケース。このケースにホルダーごとでもいいし、バラバラにして入れてもいいし、持ち運びができるようになってますね。はい、じゃあこれからね、撮影していきたいと思います。今日はね、2022年の11月1日、日没、ちょうど今日没の時間ぐらいかな、4時50分だか50何分だかが日没時間だったので、今ちょうど日没してちょっと経ったぐらいかな。もうそろそろいい時間帯になってきました。今これハーフ ND、ソフトの 1.2 っていうのを入れてます。ソフトの 1.2 で、これで、上下をしながら上を向けて暗くなるでしょ、ね、これをこういう風にして、調節しながら、まあ、今ねちょうどいい感じになってきましたので、これから撮影してみたいと思います。ISO感度64で F11.25 倍になってます。もっと開けようかな、10ぐらいにしようかな。はい、今ね撮影できましたね。ちょっと見てみましょうか。いい感じだと思います。今ちょっとね、最初なのでちょっと広めに撮りました。これからねアングルを詰めたいと思います。はい、先ほどよりもねちょっとねズームアップしてました。今ライトアップが始まりましたね、ちょうどね、なのでもう早速どんどんと撮っていきたいと思います。はい、今ね撮影できました。見てみたいと思います。はい、いい感じですね。このままちょっとね続けて撮ります。いい感じですね。じゃあしばらくこのままね撮り続けたいと思います。少しですね風が出てきましたね。風が出てくると、さあどのくらいこのシェード、まあ、サンシェードフードですね、これが影響を受けるかちょっと心配なんですけれども、このまま撮影続けたいと思います。多分まだ風速 1,2 メートルぐらいかなと思いますんでね、今どんどんと撮影してますので、ね、このまま続けたいと思います。
今撮影中の絞った状態ですね。絞りってのは羽をね、羽を狭くした状態がこんな感じで、今ちょうどシャッター開けてる状態ですね。こんな感じで撮影してます。かなり狭めてますね。今ですね、ホワイトバランスは晴天のまんまで、プラスマイナスはゼロ、ビビットにしてますね。ビビットにしてるんですけど、ちょっとコントラストを弱めにしてます。ちょっとコントラスト弱めしながらの派手な設定で撮ってますね。僕の今の撮影スタイル、今日はリュック1個ですね。今日はリュック1個、かなり軽装で来ました。まあ、電車移動ですからね、軽装ですね。はい、じゃあそろそろ空がですね、ちょっとね、濁ってきたんですね。色が、青い色が濁ってきました。だいぶいい時間帯が過ぎ始めてますね。なのでまあ、もうそろそろ終わりかなと思います。いいのが多分撮れてますね。これですね、今青い色見えてますよね。今これ再生してます。かなりいい色合いだと思いますね。はい、では今ねだいぶ空が暗くなってきました。空が暗くなってくるとハーフ ND をつけててもね、だいぶ暗く落ちすぎてしまうので、これからハーフ ND、 こいつね、これを外したいと思います。はい、ハーフ ND は外しましたね。何もないですね、これね。ハーフエンディング始めました。ただまあシェードはつけたまんまです。まだ街灯のねハレーション、この街灯のハレーションを、防ぐために、車もねいっぱい走ってますから、こういう風にねどっから光が来るか分かりませんから、やっぱりフードシェードっていうものはつけておくことに越したことがないですね。これはつけっぱなしにした状態で今からまた撮影を始めます。同じ設定です。そのまま設定は変えてません。はい、今ね、外した1枚目撮ったんですけど、その前のカットと見ると明らかに空と、地上の、お堀にね映ったところの明るさの違いが明らかに違うの分かりますよね。こっちが外した方、こっちはハーフ ND を空側に入れてた方ですね。空側が落ちてバランスが整っていて、よりはっきりとくっきり見えるんですけど、まだね外すと空の方が明るい感じになってますね。まあどちらがいいか好みにもよると思うんですが、まあ、僕はやっぱりこのつけた側の方が綺麗かなと思いますね。まあちょっと時間帯も遅くなってきたので、空が濁ってきた感もあるので、夜景のいわゆるトワイライトの時間っていうのは過ぎ始めてますのでね、もう1枚ぐらい撮っておきましょうかね。はい、今ね、撮れました。もう刻一刻とやっぱほら空の明るさ違うでしょ、色合いも違いますよね。もうねこの時間になってくると1分ごとにっていうか30秒ずつぐらいでもう色は変わってきます。もうこれ以上撮っても同じ設定では面白くないので、今度はちょっとね変えてみます。これから、ちょっと奥義に入ります。ホワイトバランスを少し変えますね。ホワイトバランスをね、じゃあ蛍光灯にしてみようかな。蛍光灯の白色蛍光灯っていうのをやってみますね。はい、ちょっと紫になりましたね。同じ設定ですけど蛍光灯だけ、ホワイトバランスだけ変えました。そうするとどうなるか。はい、紫ですね。だいぶ紫色になりました。これは僕の書いている夜景写真マスターブックの方でも載せてますけど、ホワイトバランスの応用ですね。詳しくは詳細欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。こんな感じでね撮りました。じゃあまたね少しホワイトバランスも変えてみましょう。今度は電球にしてみましょうか。電球だいぶ青いですね。はい、だいぶ青いですね。すごく青くなりましたね。これね、青く、まあもちろんね電球ってのは電球モードってのは青くなるものなんですけど、すごい真っ青になりますね。これはこれでまた面白い冷たい雰囲気が出ていいんじゃないのかなと思います。はい、ということで今日は東京は桜田門ですね。桜田門に来て写真を撮りました。丸の内側の写真ですね。桜田門と丸の内のビル群の夜景を撮りました。ちょっとね設定も変えながら撮りました。今日の目玉は何といってもこれですね。これこいつ、このカニのサンシェードフード、サンシェードフードね。これ概要欄にもまたこれもリンクかなんか貼っとこうと思いますので、気になったら見てみてあげてください。非常に便利なグッズですので。あ、もちろんこれはね、カニのホルダーを使ってないと付けられませんので、カニ以外のメーカーのものは使えません。その辺は、ご承知おきください。はい。じゃあ今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。さよなら。